はい、皆さん、こんにちは。先月の7月18日に、IIJmio の eSIM っていうのをですね、この iPhone XS Max の eSIM 部分、デュアル SIM の片側にね、設定して使い始めたわけですけど、ちょうどね、1ヶ月ぐらいがね、経ちますよね。それで今日はですね、これ実際使ってみてどうだったかっていうね、ところをまとめていきたいと思います。速度とかね、使い勝手その他、どんな感じだったんでしょうか、まとめてみたいと思います。はい、ということで iPhone XS 以降の iPhone はデュアル SIM という機能がついていまして、で日本で売っている iPhone に関してはデュアル SIM の片側が eSIM といってですね、物理 SIM を差し込むのではなくて設定で使えるようにね、開通できるような仕組みになっているんですよね。それで IIJmio が国内向け初の eSIM というのをね、出したということでね、試してきたというね、ところですよね。で、手続きの簡単さなどメリットはね、あるものの、以前ね、2年ほど IIJmio の物理 SIM をね、使っていた時と、同様に速度は遅めでしたね、結論から言うとね。それで実際速度はね、どんな感じだったかというと、気がついた時にね、結構速度をね、測ったりしていたんですね。それで、サンプルね、20ぐらいありますけども、この期間内の平均値はだいたい下りが 2.17Mbps、そして上りが 11.44Mbps というね、ことでですね、意外にね、上りは早かったですね。下りはちょっとね、やはり、低いなというね、イメージですが、それで傾向としてですが、この中段、緑にね、囲ってる部分見ていただくとわかるんですが、やはり12時台のお昼時、下りの落ち込みがね、激しいですよね。で、ただね、なぜか上りはね、その期間上がったりするというね、不思議な現象が起きていましたが、人の多い東京駅などでも1回測る機会がなったんですが、これはもうね、上りも下りも両方1をね、切ってくるというね、厳しい結果となっていましたけども、あとはね、繁華街でね、上りが上がることなんかがね、あるんでね、ビッグカメラとかもそうでしたし、ショッピングセンターなんかもそうだったということでね。で、あとは速度制限にもね、1回なりましたが、これについてはね、平均に入れなかったのですが、やはりね、1Mbps を切ってしまうという結果に終わったというね、ところでしょうかね。で、具体的にね、どんな感じかっていうと、例えば、本日自宅で午前11時台ですけどね、今、副回線 IIJmio の eSIM になっています。で、この状態で、YouTube 1回、アプリをね、落として、それでもう1回立ち上げた状態で、で、この状態でね、何かね、動画を1個ね、見てみようと思うんですけども、で、こちら、私の動画になりますけどもね、DJI のモバイル3のね、動画です。で、これ今ね、再生の方ね、意外とスムーズにいっていまして、で、これが解像度で言うと 480p なんですよね。だから結構軽いんですけど、比較的ね、ちゃんと滞りなく再生が進んだということで、こういう低い解像度であれば、なんとか使えたりするのが IIJmio です。で、この設定をですね、じゃあ1個上の 720p にね、してみましたけども、で、出だしはね、良かったんですが、途中からですね、画像が止まりだしましてね、これね、ガタガタしたでしょ。で、ぐるぐる回ったりしてね、やっぱりね、720以上だとちょっと厳しいっていうね、結果が分かりました。で、この直後の速度をね、測ってみましたけども、で、これ4倍速でね、お送りしていますが、やはりね、低いんですね。1.99 とかですね、ダウンロード。で、アップロード 1.43 とかですけども、つまり 1.99 では、480p では見れますが、720だと厳しいってことですよね。かといって、プライムビデオなんかで、ストリーミングを一番中っていうね、最低のにすると、このようにね、再生ができないわけではないんですよね。これ、時間帯はちょっと違いますけど、ほぼね、2Mbps 前後というところで、再生ができたりもする。ただ、外出た時はね、再生うまくいかなかったりすることもあったりというね、ちょっとね、判断難しいところではあります。で、お次はですね、これ、ウェブの読み込み速度ですけど、同じぐらいの時間帯。まあ、ウェブだとね、Apple のホームページ、このぐらいの速度では読み込めるということで、で、まあ、もちろんね、一瞬で表示はされませんけど、まあまあ、ギリギリストレスないぐらいではね、読める場合があるというね、感じですね。まあ、ざっとそんな感じ。で、主回線の方、ドコモの方ですけども、まあ、こっちに設定し直しまして、同じように、YouTube をね、ちょっと見てみたいと思います。で、YouTube 立ち上げて、で、さっきとね、同じ動画を、閲覧をね、しようと思いますが、で、このようにね、再生すると、基本的にはね、もうこの問題なく 480p ならね、まあ当然ですけどね、できるわけですが、じゃあ、もっと解像度上げたらどうでしょう。まあデータ量がね、増えますけども、こちらを、1080p にね、変えてみました。で、ところがね、1080p にしても、このドコモの回線であればですね、まあ、特に問題なく再生が続いていたということでですね、だからまあ、この 1080p までね、いけるというのがドコモなんですね。で、ちなみにその直後の速度を測りますと、まあ、こういった感じでね、やっぱりね、ダウンロード 19.5 とか出てるんですよね。なのでね、再生問題ないという感じ。ただまあ、アップロードがちょっとね、いまいちになるときがたまにドコモはあります。で、これ機種も違いますけど、参考までに iPad mini 5に入れている UQ モバイルですね。まあ、ほぼ近い時間帯に測っていますが、これがね、ダウンロード75とか出るんですよね。で、アップロードに関しては 6.95 とかですからね、まあ、これダウンロードはね、圧倒的に早いというね、感じがします。そして、LINE モバイル iPhone X にね、入れています、サブ機ですけども。で、こちらも、どうでしょうか。こちらね、ソフトバンク回線の方の LINE モバイル。66とは出てますよね。で、アップロードの方は 15.1 ということでね、こちらもこの時間帯ではね、結構ね、早かったんですね。で、これ4つ並べるとね、お分かりになると思いますが、やっぱりね、これダウンロードでね、かなり IIJmio は差をつけられんがちというね、ことで、まあ、あくまでも一例ではありますが、まあ、そういった傾向があります。で、ちなみに冒頭で言っていた12時台、まあ、これはね、前回の動画で盛り込んだものと同じですけど、やはりね、IIJmio ダウンロードがね、もうね、1切っちゃうんですよね。昼時の駅前なんかだと。で、その代わりなぜかね、アップロードが上がったりはしますが、あと LINE モバイル S も、昼時はちょっとね、落ち込みがちというね、ところですね。で、あとはね、機能的にはね、どうかっていうと、まあ、例えば、物理 SIM で IIJmio のね、契約を結ぶと使う、この残量がチェックできたりする、ミオポンっていうね、アプリは使えますね。で、速度についてはね、こんな感じでしたが、料金節約について私の場合どうだったかというね、ところをね、お伝えしたいんですが、私がなぜドコモの回線を使っているかというとね、まあ、この AppleWatch のモバイル通信をやるためなんですよね。まあ、それ以前はね、IIJmio とか、他のものもね、使ってきましたけど、AppleWatch のモバイル通信は3大キャリアでしかできないんでね、まあ、使ってますが、今はベーシックパックという重量性のデータ通信のプランを使っているということでですね、それで具体的に今回、IIJmio の eSIM を導入していくらになったかってねところで、例えば重量制ですから、ベーシックパック 1GB まで使わないと、私の場合、通話の基本料金とか、あとは Apple Watch のオプションとかね、加えると4683円月に払わされてるわけですけども、で、まあ、それに今回 6GB 分の IIJmio を足したということでですね、6230円。で、7GB のまあデータが使えるというねことですよね。で、同じくこのデータベーシックパックでドコモだけを使って5ギガを使った場合、ちょっとね5ギガの上7ギガってないんでね、これになっちゃいましたが、6783円かかるんですね。で、それが差額としては、今回の組み合わせと比べて553円高くなるっていうねことでですね、まあこれデータは少なくて高いというね感じです。で、その上、20ギガ目いっぱい使った場合ですね、重量制で8783円ということで、で、この場合、差額が2553円ということで、で、まあ2553円の差額で、20ギガ使えるんだったらこっちのがいいよななんてね、ちょっと思ったりもね、正直しちゃいますよね。まあ、ドコモはね、決して早いとはね、言い切れない部分があるんですが、まあ、安定感は確かにね、データ通信あるのかなっていうね、ところで、まあ、私の場合は今のところ、まあ、節約はまあ500円ぐらいというね、ところ、まあ、7ギガまでね、使ってないので、使う方法がないですからね。なのでね、ちょっと難しい部分ですが、最大で2500円節約できるという感じです。で、9月から私の場合、新プランにね、移行できるんですが、ぴったりのプランがなるんですね。例えば、このギガライトで見た場合ですね、最低限使うと2980円というね、ことで、で、それに1520円の IIJmio を足すと4500円なんですね。で、ギガライトで、例えば、7ギガ使った場合は5980円なんですね。なので、まあ、7ギガ使ったのと比べると、IIJmio と組み合わせたのは1480円ほどね、安いということで、で、まあ、これ、総額に対しての1ギガの単価を出すとですね、まあ、628円っていうね、感じになるんですね。まあ、ところが、ギガホという30ギガ使えるプランがね、どこもありますから、それがね、なんと6980円なんですよね。で、差額が23ギガあって2480円ということで、まあ、たくさん使う方だったら、これ結構ね、ぐらつく感じはしますけど、まあ、私の場合、1ヶ月に7ギガぐらいでちょうどな感じもあるんでね、まあ、4500円にしといた方がいいのかな、なんていうね、気にもなり、非常に迷うところではあると思います。それで一般的にはどうかというと、ドコモ以外もね、計算してみましたが、価格改定などがあったね、ざっとこんな感じになっていますね。まあ、ほぼ横並びという感じですね。で、こちら3大キャリアの重量制で、まあ、7ギガ、5ギガ使っちゃった場合どうかというと、まあ、先ほど申した通り、ドコモで1500円ぐらい。で、その他、ソフトバンクは結構差が出そうな感じがします。で、au については、フラット7プラスっていうのが、ね、ありますかね。これだとね、1000円ぐらいの差になってくるので、まあ、クオリティと価格との兼ね合い、ちょっとね、悩みどころかとは思いますね。で、3大キャリアの大容量と比べると、このような差が出てきますけども、まあ、そもそもね、容量が違いますから、まあ、比べようがない部分はありますけども、まあ、この30ギガ、50ギガとね、上限なしと、まあ、結構なお値段はしますけども、まあ、クオリティが保たれた上で気にしないで使えるというところでね、まあ、家族いる方なんかはこっちの方がね、いいのかもわかんないですね。それで結論としてですがね、どういう人に向いてるかっていうと、今現在は IIJmio データ専用しかね、ないんですね、eSIM が。まあ、それで学生さんでね、まあこれ親の子回線の人なんかは、まあ、自分でバイトなんかをしてね、稼いだお金で月々1500円払えば6ギガがね、eSIM で使えるという、ね、ことでしょうかね。あとは Wi-Fi モデルの iPad の方なんかがテザリングで使うのにはいいかもしれませんね。まあ、その他海外在住の方が一時帰国で、まあ、2ヶ月ぐらいいる場合に使えたりとか、まあ、その他ですね、au とかソフトバンクでメインにしている方が、まあ、回線の不具合が出た時の予備としてはいいかもしれませんね。あとはね、これ今回私の場合は主回線がね、ドコモでしたけど、まあ、クオリティを落としてもいいので、少しでもデータ通信の料金を抑えたい方っていうね、ところでね、まあ、ただね、まあ、微妙なところではあったですかね。昼時が特に課題ですね。で、音声付きプランが出た場合は、仕事用、プライベート用のこの電話番号をね、2つが1台で使えるというね、ことでしょうか。ということでね、まあ、いずれにしてもね、AppleWatch のセルラーモデル使ってない方はね、もう3大キャリアにこだわる必要はないっていうね、部分もありまして、で、格安の中にはね、確かに速度遅いの多いんですけども、まあ、UQ とか LINE モバイル S なんかは割とね、速度速いのもありますよね。で、家族の多い方は3大キャリアの大容量プランでデータシェアの方が、ね、お得な場合もあるでしょうし、まあ、あとはね、単契約でも、まあ、微妙な価格差ですよね、今回の。なんでもう一層3大キャリアの大容量プランにしてしまうっていうのもありかななんてところで、まあ、個人的にはね、UQ とか LINE モバイル S みたいので eSIM を出してくれたらね、個人的にはベストだったななんて思うんで、まあね、非常に微妙な感じではあります。秋9月以降ね、何にしようかちょっとね、考え直してみようと思っています。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。